ヒロチン。あ、違う、三、消し。これどうやって消すの？これどうやって消すの？これどうやって消、あ、これどうやって、あ、違う、これどうやって消すの？違う違う。これ、これもう止めて、マイク止めて、ね、我が一族の家宝、黄金の果実をこの町のどこかに隠してある。うわ、面倒、面倒いやつ。やっぱ金持ち、しょうもねえことすんな。4つの帽子がある。それぞれの高さは同じだが、つばの部分の長さが違う。つまり縦の長さは同じなんだが、横の長さがそれぞれ違うということだ。このうち縦と横の長さが全く同じなものがあるという。それはどれか。え、どれとどれだこれ。 C と D かな。なんか違う気するけど、 C と D っぽいよな。大きさ的に言うとさ、小さい方からいくと B、A、C、D っぽいけど、 A と C がまず違うじゃん。ってなったら C と D っぽいよね。錯覚なんかな。全ての謎は、あれ C だけ押したんだけど。違う違う、ちょ待って待って待って、違うんだ違うんだ違うんだ。え、 C と、あ、何、縦と横の長さが全く、あ、なるほどね。はい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 。いや、無事、レイトン教授、無事、マインドコントロールだわこのゲーム。なんかそのどれとどれが横の長さに一緒のやつ見つけろよっていう文だと思ってた。マインドコントロール、やばい。ってことは D だね。うん、これは英国紳士の名折れだ。じゃあ A だ、これ A だね。 D は全然違ったわ。 A だわ。あぶねえあぶねえ。いや、ちょっとあれだね。うん、ちょっと舐めてたわ、レイトン教授を舐めてた。これは有名な作詞である。作詞とは目の錯覚。いや、マインドコントロールでしょこれ。作詞じゃなくてこれマインドコントロールじゃないの。今ね、全部の答えを試してみれば最後には正解できるの。うるせえババア、黙ってろ。なんでこいつ嫌なこと言いやがって、頭疲れるって。うわぁ、これなんかこんなんやったな。8個の全く同じ形をした重りがある。その中に1個だけやや軽い重りがある。天秤を2回使っただけでその軽いという1個を見つけられるという。嘘つけよ。いや待てよ、これとりあえず4個4個置いて2分の1にするんじゃなくて、これさ、ちょっと俺めっちゃ頭いいかも。あ、ってことでしょ。ってことは4号違うってことになるよね。え、めっちゃ頭良くない今俺。みんな、俺これめっちゃ頭良くない。この2個残したらマジ頭良くない。あれどうすりゃいいんだ、こっから。あれ、これ俺やり方合ってたんかな。軽いんでしょ。だから123はもう違うね。1,2,3,4,5 は違うわけよ。で、ここで 1,2,3,4,5 違うから、わっ、あ、いや、どうすんだ。 7,8 が 7,8 のどっちかが軽かった場合、俺もう無理じゃない。ちょっと待ってよ、これ違うな。 6,7,8 の中のどれかなんだよな。いや、これ 6,7,8 を全部乗っけるって。あー、わかった。7と8を調べるんだ。そうすると、は、今8が鳴ったけど、7と8がピッてなったら6が犯人になるんだ。答えは8だ。全ての謎は必ず解ける。おもれー、当然さ、おもれー、レイトン教授、おもれー。ロイ死にます、これ予想ね。おい、やめてくれよ。図のように4分の1の円にナイス。いや、もう俺こんなこ、え、これ難しくない？小学生できるのこれ。ちょっと待ってよ。図にビビるな。図のように4分の1の円に内接している長方形 ABCD がある。はい。B が円の中心だとして、長方形の対角線 AC の長さは何センチだろう。え？ちょっと待って。え？待って、俺、わかんない。こういうのが嫌だから、ゲーム配信してんのに。レイトンさん、これシンプル数学じゃないですか。じゃあ俺のちょっと感覚数学していい？ごめん。俺高校の時とか、高校の時とか、俺算数、数学とかね、全部感覚でやってたのよ。8センチじゃない？これ。これ9、これ9センチとかじゃないの？ダメか。じゃあ10センチだ。5、5がヒントになってるってことは5関係のやつだと思うんだよ。ルーク、私の回答はこれだ。謎は解けるから謎なのか。そういうことなんですよ。わかんないよ。
わかんないけどね。その、気持ちよくもないし。ただ、その、もう、レイトン教授がまず裏切ってきてるから。これはちょっと、勘弁してくれよ。いや、だからなぜ10センチか説明はできないよ。うん。なぜ10センチか説明できない。ちょっと、ごめん。5分間ぐらい黙っていい？ AC を結ぶ対角線の長さは、もう一つの対角線、BD と等しい。はい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 。あー、なるほどね。半径が10センチだからってことか。シンプル、いらんかったわ。全然さ、計算とか関係なかった。謎解きだったわ。図の A と A、B と B、C と C、D と D のブロック同士を結んでコースを作ってほしい。ただし、それぞれのコースが交差しない。はぁ、なるほど。待ってよ、これさ、ちょっと皆さん、聞いてください。多分ね、軸となるのはこの A と C だと思うんだよ。これ A と C だけ回れないんだよね。A と C を、そう、どうにかしないといけないっていう気持ちはあるんだけど、ちょっとそれがわからない。そう、多分軸が、多分ね、軸は A と C なんだ。この軸はね。ただその軸をどうにかすればいいのかが、わからない。いや、A が無理だなぁ。あ、待って。いけたー。次に示される図を見て答えてほしい。10個のコインが並んで正三角形になっている。このうち3個のコインだけ動かして、三角形の向きを反対にしてほしい。今は上向きだから、それを下向きにすればよ。3つ？そんなことできるんですか？いや、意外と端っこだけ取ってみたらなんか変わるんじゃない？いや、待ってよ。これ戻して。いや、どうにもならなそうだな。いや、待って、これさ、左上に置く？じゃない、基本。いや、そうなんだよな。あと1個なんだよな。マインドコントロールされてる？俺。俺、マイコンされてる？正三角形の向きを反対にするのに、たった3個しか動かせないというのだから、ちょっとした味方の転換が必要である。味方の転換が必要なんだって。これ結構大ヒントだよね。これさ、動かしてってことは使わないってことなんじゃないの？実はそうなんじゃないか？これ、移動させても使わずに、だから三角形の体積を減らすみたいなことなんじゃないか？これ、おいお前ら。マインドコントロールを解いた。俺今。自由にしてけ。全部壊してけ。下向きにすれば良いってなんだ。良いってなんだよ。偉そうに。下向きにしてくださいだろ。やばい、なんか、もうがんじがらめ、もうロープでがんじがらめになってた。動けば動くほど、謎解いてると思ったら、体に、うわーって、ギチギチになってた。綺麗に三角形作んなきゃいけないんだ。いや、あと一個なのよ。無理だよ。三個動かしてコインを、この三角形を反対側にすることはできない。できないが答えだ。
この町の人は謎好きが多い。でも僕みたいにいい人ばっかりじゃないよ。騙されないようにねえ、プタゴリラ。一見すると意味のなさそうな図がある。あ、サイコロじゃなかった。しかし実は意味があり、 A は0、 B は9、 C は6。では D はいくつだろう。 A は0。いや、また難しいよこれ。 A は 0、 B は9なんだ。あ、待ってよ。てなるとこれが0だった場合、これが0だった場合、掛け算だと0になっちゃうから、これが9でしょ。で、これが6でしょ。あ、全然違うとこある。全然違うとこにある D。全然違うとこにあるよ、D が。D がどっち、なんか、その掛け合わせかと思ったら全然違ったわ。だってサイコロで言ったらさ、6ってこうだよね、絶対。で、9はこうだよね。0。まずサイコロ自体に0がないもんね。これもだって A は0が入ってない。だからこれを解読できたら全部わかるんだよ、多分。A が0っていうのが、だからここが6でここが9ってことでしょ？ここが6でここが9。待ってよ。6、9。でもサイコロに0なんてないのよ。で、ここは0でしょ？時計だ !6、7、8、9、10、11、1、2、3だ !4、5だ気持ちいい気持ちいい時計だ気持ちいい謎解かしてください、お願いしますレベル5さん、僕に謎解かしてください。気持ちいい。でどうかな、子供の頃やってたらなんか変わってたかもな。気持ちいい。いや、これサイコロにマインドコントロールされてたわ